立花のやつ、今日も保健室に行ったな。さすがに心配だし、ちょっと様子を見に行くか。あら、ラク様ではありませんか。どうしたんですか。いや、ちょっとな。もしかして体調が優れないんですか。それはいけません。すぐにベッドを用意しますので上着を脱いでください。違う違う、お前の見舞いに来ただけだよ。私の。そうでしたか。ありがとうございます。ですが私はちょっとした貧血を起こしただけです。そんなに心配されずとも平気ですわ。お前結構貧血になること多いよな。本当に大丈夫か。女性にはダイエットという過酷な道があるんです。は？ラク様に好かれるような理想のプロポーションを得るには朝ごはんを抜いてランニングしたり並々ならぬ努力が必要なんですよ。健康なんだか不健康なんだか。でもちゃんと朝飯を食えよ。そこまで無茶されても俺は素直に嬉しいとは思えねえし、お前はただでさえ体も弱そうだからな。無理しなくたっていいんだぜ。別に無理しているわけではありませんわ。ラク様と一緒にいるのは私にとって一番の元気の源ですもの。そばにいない時の方が病んでしまいます。どういう原理だそれ。それにこれでも努力して体力をつけようとしているんです。もっとラク様と遊び歩けるように、ラク様に釣り合う元気な女の子になれるように。そのためならどんな苦労も乗り越えてみせますわ。立花、これ小野寺の実家でもらったもんなんだけど。まあ素敵な和菓子ですわね。甘いもんでも食って元気になってくれよ。すげえうまいし。そうですわね。元気になって毎日ラク様とデートしたいですから。いや毎日はちょっと。とにかく飯を抜くような無茶はするなよ。そのお前が多少太ろうがそれで嫌いになんてならねえからよ。ラク様。いやすげえ恥ずかしいこと言ってるのは分かってるから突っ込むな。いえそうではなくて、さすがに女性の前で太る動向とはデリカシーがないかと。あ、そっち？でも確かに。そんなデリカシーのないラク様ですが、私でしたら喜んで受け止めることができますわ。だから結婚しましょう。元気そうで安心したぜ。じゃあな。次は体育か。着替えて準備しねえと。誰だ。お、誰だ。誰って、そりゃもちろん。立花だろ。正解ですわ。さすがはラク様。私の声をしっかり覚えてらっしゃるんですね。まあさすがにそれくらいはな。はあ、今日もラク様に振り向いてもらえませんでした。あと一つ大きなきっかけさえあれば霧崎さんよりも好きになってもらえる自信があるのですが。さーて、お次の話題は？あの大注目トップアイドル、電撃入籍のニュースです。ん？気になるお相手は、なんと彼女のマネージャーを務める一般男性。昨年の全国アイドル総選挙で1位に輝いたアイドルが、マネージャーとの結婚を決めたきっかけとは一体何だったのか。詳しい情報が入り次第、お伝えしちゃいます。本田？何でしょう。このアイドルの結婚というのはそんなに驚くことなのですか。
人気アイドルグループのセンターを務めるほどの実力者だけに、関係者やファンは大騒ぎのようですね。そんな方がどうして急に結婚を？詳細は分かりかねますが、どうやらアイドル総選挙でトップを取ったことが大きな要因だそうです。トップアイドルを目指す彼女のひたむきな努力とまっすぐな思いに惹かれて、マネージャーが恋心を抱いてしまったという噂がございます。羨ましいですわ。私もラク様とそんな大恋愛ができればいいのですが。次のコーナーはドキドキパワースポット紹介。今週はこちらの神社を紹介しちゃいましょう。あら、ここは一条様の町内にある神社ですね。この神社で願い事をした人々が近年続々と恋愛成就しているそうな、今注目の恋愛スポットです。先ほど話題に上がったアイドルも参拝に来たとか来ないとか、新たな名所として人気急上昇中。恋愛成就、なるほど、面白いですわね。お嬢様、こうなったら神でも藁でも何だって利用してみせますわ。本田、すぐに車を出しなさい。かしこまりました。ラク様と結ばれるためならばどんな手でも試してみせますわ。10年間ラク様のためだけに自分を磨いてきたのです。このまま諦めるわけには参りません。神様、仏様、ラク様、お願いです。どうか私にもあのアイドルのような大恋愛をさせてください。どうか一つよろしくお願いいたします。すれば少しくらいは効果が出る気がしますわ。さ、帰りましょう。なんとやかましい願い方じゃ。このバチ当たりめ。じゃが、これも世のため人のためじゃな。その願い聞き届けたり。なんだ立花、寝不足か？ええ、昨晩はちょっと遅くまでお参りに行っていたものですから。今自分にお参り？どうして？霧崎さんには関係ありませんわ。おい立花マリカ、お嬢が質問しているのだから素直に答えたらどうだ？お断りですわ。でも小野寺さんと宮本さんは私のお友達ですから教えて差し上げますね。ささ、こちらへ寄ってください。私たちだけなんて悪いよ。いいわよ、二人とも。私は別にマリカの話なんて興味ないもん。仲良くしろよ、お前ら。誰のせいだと思ってんのよ。俺のせいかよ。マリカちゃん、俺もお友達でしょ。いえ、違いますけど。相変わらず冷たいな。まあ、どうせ楽に関係あることでしょ。それはもちろんですわ。でも、楽様には秘密ですよ。なら、そういう話は俺のいないところでやってくれよ。ついに見つけたぞ、次世代の輝き。ルビー、サファイア、いや、超特大ダイヤモンドの原石だ。なんだこのおっさん。君、そこの君、ちょっといいかな。私ですか？
そうだ、君だ。君は国民的、いや、ワールドクラスのアイドルになれる素質を持っている。我が事務所のアイドルとして3ヶ月後の全国アイドル総選挙に出る気はないかね。マリカがアイドル？まあ、私の目に狂いはない。頼む、私たちと共にトップアイドルを目指してくれ。アイドルね、立花がそんなもんに興味があるとは思えねえけど。ちょっとマリカ、あんたすごいじゃない。こんなチャンスめったにないわよ。絶対にやるべきだわ。え、ちとげ、お前何言ってんだ。確かに貴様は見てくれだけは女の子らしくて可愛いしな。友達がアイドルになったらみんなに自慢できちゃうね。つぐみ、それに小野寺まで、どうしちまったんだ。芸能人のロケ弁、一度は食べてみたいわね。俺はアイドル仲間を紹介してほしいな。サインもよろしく。え、お前らも。おい、なんか変だぞみんな。こういうことは普通もっとよく考えるだろ。それに第一、まだ立花もやるとは言ってないし。私、アイドルになります。何よラク、せっかくのチャンスに水差すつもり。いや、だって本気か立花。はい、これも何かの縁ですから。おお、では交渉成立だね。はあ、お前がこういうのを引き受けるなんて意外だな。そうですか。女の子が可愛いアイドルに憧れるなんて別に珍しいことではないと思いますよ。何か変でしょうか。お前だけじゃなくて、ちとげたちもなんか変な感じなんだけどな。ただ私だけの力でトップアイドルになるなんてなかなか難しい話だとは思いますし、ここはラク様にマネージャーとして協力していただかなければ。はい。それがアイドルになる絶対の条件ですわ。おい、何勝手に巻き込もうとしてんだよ。よし、お安い御用だ。喜べ少年、君も今日から我が社のマネージャーだ。え、もう決定すか。いや、俺はやるなんて一言も。さあ忙しくなるぞ、マリカ君だったか。早速車に乗りたまえ。マネージャー、君もだ。俺の意見は、頑張ってね、ダーニン。せいぜい足を引っ張るなよ、一条楽。そんな、いつものお前らなら止めてくれんのに。一条くんならきっとマネージャーも上手にできると思うよ。え、小野寺まで。アイドルのアドレス聞いてこいよ楽。お前はそればっかだな。もう観念して参りましょう、マネージャー。アイドル総選挙まで時間がないんだ。もたもたせずに行くぞ、マネージャー。あー、こら、無理やり車に押し込めんな。いやだー。くそ、一体何なんだこれ。じゃほとんど誘拐じゃねえか。一条様。うわ、本田さん。相変わらずいきなり現れるな。心臓に悪いぜ。一条様のスーツをご用意しました。業務時間はこちらを着用ください。はあ、どうも。というかいいんですか。立花のやつ、親父さんに何も相談せずにアイドルになるなんて言ってますけど。総監には私の方から話を通しておきましたから問題ありません。一条様がついているのならば全て任せるとのことです。それはまたえらく信用されちゃってますね。その分、一条様の責任も大きいとお考えください。わかりました。くそ、どうしてこんなことに。大体、誰も立花のアイドル話に反対しないなんておかしいだろ。やっぱり、何かが変だ。お嬢様も、間もなく衣装合わせが終わりますので、少々お待ちください。
衣装ってもうですか？よく立花に合うサイズがありましたね。それがね、先日電撃入籍で辞めちゃった子がいたろ。ああ、そういえばそんなニュースやってましたね。確かセンターの。そうそう、その子の衣装サイズが驚いたことにマリカ君の寸法と寸分たがわず一緒でね、ひとまずはその衣装を着回すことにしたんだよ。それはまた随分と都合のいい偶然ですね。これも彼女をアイドル道へ推し進める芸能の神のおぼし飯だよ。神ね、なんだろうなこの違和感は。ラク様。うわ、あのどうでしょうか。え、似合っていますか。あ、うん、その悪くないんじゃねえか。あんまりにも似合いすぎてて一瞬見とれちまったぜ。言わないけど。こらこらマネージャー、ここはちゃんと丁寧にアイドルを褒めてモチベーションを上げてあげないと。え、そういうものなんすか。一流のマネージャーの仕事はまず第一に彼女たちをその気にさせることだ。忘れるなよ。別にマネージャーになる気はないんだけどな。では私と本田君は今後の打ち合わせをするから、君はマリカ君とコミュニケーションを取るように。いいね。はあ。ラク様とのコミュニケーションならいつでも大歓迎ですわ。俺このままマネージャーにさせられちまって本当にいいのか。立花もちとげたちもどう考えても変だしな。ここは慎重に様子を見た方がいいだろう。ふんふん、元気でやっとるかマネージャー。あら、おたま。おたま、ラク様お知り合いですの。え、ああまあ知ってるといえば知ってるような。えへん、わらわは霊剣新たかなお稲荷神じゃ。娘っ子、夢へのステップは順調な滑り出しのようじゃの。え、お稲荷様。ああ、立花気にすんな、こいつ俺の親戚なんだけど、ちょっと妄想癖のあるやつでさ。言うにこと書いて妄想癖とはなんじゃ。いくら大主でも捨ておけぬぞ。いいから、今ちょっと大変な状況なんだよ。これ以上話を混乱させんな。まあ、あなた様が。この度は本当にありがとうございます。え、ふむ、その師匠なる態度気に入ったぞ。何、何の話。俺今会話についていけてないんだが。昨夜私は稲荷神社にお願いに行ったのです。そしてそこのお稲荷様が私の願いを聞いてくださったのですわ。ほう、ずいぶんと話の早い娘じゃな。普通の人間はわらわの存在を信じさせるだけでも一苦労じゃというに。そうでしょうね。でもさすがの私も願った翌朝にいきなりスカウトされるなんて都合が良すぎるとは思っておりましたな。でもそこに何か頂上の力が働いたと考えれば逆に理解することができますわ。今の状況を見ればあなた様の存在もかえって納得というわけですわ。なるほど、合理的な娘じゃ。理解が良くて逆に驚かされたわい。つまりどういうこと。これだけ言ってまだわからぬか。こっちは理解が悪くてびっくりじゃな。要するに今のこの状況はわらわがあの娘の願いを叶えたことによるものということじゃ。はあ、このおかしな状況はお前のせいかよ。そう、褒めてくれるな。わらわは陽子として当然のことをしたまでじゃ。褒めてねえって。人の願いを叶え徳を重ねる、その積み重ねによってわらわも立派な仙子へと昇華することができるのじゃ。
言うなればこれはわらわにとっても修行の一環のようなものでの。だから娘っ子よ、わらわからも逆に礼を言わせてもらうぞ。こら、人の話を聞けよ。ヤーピーヤーピー、うるさいの。一体なんじゃ。この状況がお前のせいなら元に戻すことだってできるんだよな。それは願いをキャンセルしろということか。ひどいことを言うの。お主、その娘の願いを踏みにじろうというのか。それはっていうか、立花、お前なんだってアイドルになりたいなんて願ったんだよ。私別にアイドルそのものになりたいわけではありませんわ。え、そうじゃな。アイドルになることはあくまで仮定。その娘の本当の願いはその先にある。じゃがその前に、楽よ、まずはその娘をトップアイドルにするつもりがなければお主もここから出ることはできんぞ。楽がマネージャーをやることも娘の望みの一部じゃからな。楽様、しばしの間で構わないのです。私のわがままにお付き合いいただけないでしょうか。諦めてその娘っ子の願いを叶えてやるがよい。そしたらわらわもハッピー、お主もその娘もハッピー、ウィンウィンな関係じゃの。どこで覚えたんだそんな言葉。まあいいよ、未だに事情はよくわかんないけど、立花がトップアイドルになればこのおかしな状況からも解放されるってことだろ。立花、俺がお前をトップアイドルにしてやる。本当ですか。ああ、お前のそのひたむきな気持ち、俺で力になれるってんなら協力してやるよ。そしてこのヘンテコな状況からもおさらばしてやる。楽様、ありがとうございます。お任せください。きっと楽様が自慢できるような素敵な女の子になってみせますわ。